16日、ラグザスプレゼンツ第3回プレミア12、1次リーグ B 組韓国、ドミニカ共和国、台湾、アンも、1次リーグ敗退の危機に瀕している韓国がドミニカ共和国に苦戦している。5回まで5点を失うと、打線は5回西まで先発ミニューキロームの前に一人の走者も出せず無得点。孫孫文、キューム、の中前打でなんとか、パーフェクト。 は逃れたが、ネットでは、韓国がドミニカにボコボコにされてる、などと驚きの声が上がった。韓国は今季10勝6敗、防御率3、83を記録した先発ミニューでのイムチャンギュ投手、LG が4回途中を被安打後、1本塁打、2四球で3失点と試合を作れなかった。2015年の第1回大会で優勝し、 19年の第2回大会では準優勝だった韓国は今大会、初戦の台湾戦で敗れると、続くキューバ戦では勝ったものの、前日の日本戦で敗れたことで1勝2敗。この日も負ければ6チーム中上位2チームが進出できる2次リーグ出場が絶望的な状況となっている。X、w ツイッター、ではそれはそうと、韓国がドミニカにボコられてるんですけど、 韓国はドミニカにも負けそうだな。スーパーラウンドは日本、台湾、ドミニカの争いになるか韓国がドミニカ相手にご失点してるのどういうあれやなどのコメントが並んだ。